身長ビヨーン医師医学科学生、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長の話し方はチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、本日はゲストです。もし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 東京神田整形外科クリニック理学療法士の神林と申します。よろしくお願いします。真面目かということでですね、今日はですね、ゲストをお迎えしてるんですけども、本日お話しさせていただくというか、動画として配信させていただく内容はこちらということで、身長が伸びるストレッチビヨーンビヨーンということで、私はですね、まあ、お医者さんという立場なんですけども、彼はですね、理学療法士ということで、柔軟をですね、高めたりだとか、普段はですね、五十肩の治療だったりとか、膝のリハビリだったり、そういうのを一生懸命やっていただいてるんですけど、今日はですね、身長をどうやったら伸ばせるかってところをね、効率よく伸ばせるストレッチをですね、専門家からですね、紹介していただきたいと思います。準備よろしいでしょうか？よろしいでしょうか？じゃあ行きましょう。せーの、ビヨーン。先ほど紹介していただいた理学療法士の神林です。身長先生とのコラボをね、少し緊張しましたけれども、皆さんに有益な情報を提供いたしますので、よろしくお願いいたします。本日は、これで身長ビヨーン最強ストレッチトップ5についてお伝えしていきます。身長ガンガン伸ばしたいよっていう方は、最後までぜひご覧になってください。それでは、行きましょう。ストレッチ一つ目、お腹ビヨーンストレッチ。こちらは体幹のストレッチになります。両手を耳の横まで近づけていただいて、このような形ですね、反っていきます。このような形でお腹をストレッチしていきます。20秒一緒にやってみましょう。はい、いきます。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20。 はい、OK です。はい、二つ目のストレッチ、脇腹ビヨーンストレッチ。脇腹と体幹のストレッチになります。両手を耳の横まで上げていただいて、右に倒していきます。こちらで20秒数えていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、戻ります。続いて左側、逆側いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、戻ります。はい、三つ目のストレッチ、足ビヨーンストレッチナンバーワン。こちらはこのように足を開いていただいて、手はバランスを保つために太ももに置いておきます。左の股関節伸ばしていきます。しっかり足開いた状態で体重を前にかけていきます。はい、こちらも20秒いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、このような形でストレッチやっていきます。逆足もいきましょう。はい、一緒にいきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、戻ります。はい、続いてのストレッチ、4つ目、足ビヨーンストレッチナンバー2になります。四つ葉になっていただいて、足を上げていきます。かかとがしっかり床につくように、逆 V の字型ですね。足の裏伸ばしていきます。いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。
7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、戻ります。はい、最後のストレッチ5つ目ですね。スーパーマンうつ伏せになっていただいて、はい、こんな形ですね。手を床から上げていただいて、手を伸ばします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、お疲れ様でした。理想は毎日ストレッチをすることですので、無理のない範囲でやってみてください。いや、毎日はちょっときついよ、無理だよっていう人は週2回から3回やっていただいて、身長を伸ばしていきましょう。また今回のストレッチは20秒を1セットやりました。まだまだ全然余裕だよっていう人は20秒を3セットやっていただくと効果現れやすいので、頑張ってみてください。今回はこれで身長ビヨン最強ストレッチトップ5を解説していきました。皆さんぜひチャレンジしてガツガツ身長を伸ばしていきましょう。身長ビヨン、バイバーイ。